今回ですね、金吾堂の手違いせんべい、こちらを購入してみました。値段もですね、リーズナブルで結構たっぷり入っているので、がっつり食べたいなという時にいいなと思って、ちょっとどんな味か気になって一つ購入です。はい、裏面ですね、こういう具合です。金吾堂製菓東京の会社のようです。で、この手違いせんべいの他にも確かあって、揚げごませんべいみたいなものもあって食べたんですけども、それも美味しくてですね、気に入ったので、これもいいんじゃないかなと思って購入です。で、うるち米、植物油脂、コーンスターチ、醤油砂糖、食塩、昆布エキス、ガラクト、オリゴ糖、タンパク化水分解物、酵母エキスなど入ってますね。はい、こういう感じです。みりんとか着色料も入っているようです。 200g 入ってます。はい、袋から取り出してみたんですけれども、はじめなんか1種類でちょっと色が違うからあれなのかなと思って買ったんですけども、ちょっとよく見ると結構この揚げせんべい系のものですね、これがちょっと色薄い方と色濃い方と、あと普通のせんべいっぽいのもこういうのように入ってました。はい、厚さはこのような感じですね。はい、どれも美味しそうで、でミックスされてるのでいいなと思います。ちょっとこれちっちゃく割れたやつ食べてみようと思います。うん、塩味が結構効いてて美味しいですね。夏なんかちょっと塩分補給したいなっていう時にもこんな感じのせんべい食べるのいいかなと思います。食感もサクサクで美味しいです。普通のせんべいっぽいのを食べてみます。うん、これも食感サクサクで美味しくていいですね。で、こちらと同様に塩分結構しっかり効いてるなっていうイメージです。こちらに関しては揚げせんべいでみりんの甘さが効いてるような具合で、これとこれは塩味メインですけども、こっちはちょっと甘くて揚げせんべいっぽくて味が変わってていいですね。うん、このようにちょっと違う種類の味が入ってるのと、しっかりとサクサク食感の感じありますし、リーズナブルな値段で美味しかったので、またこれでですね、今度買ってみようかなと思います。見かけたら、金吾堂の手違いせんべい、気になったらチェックしてみてください。